なんだか緊張しますね。こんなに緊張したのは初めての武道館以来でしょうか。いや、初めての演技のお仕事の方が緊張したかも。ちょっと待ってください。もっとあった気がする。そうだ、中学生の時に、実家に日本刀を持った借金取りがやってきた時以来の緊張ですね。家の壁をショベルカーで壊されて、日本刀を持った二人組が入ってきた時は、死ぬかと思ってだいぶ緊張しました。 なぜそんなことになったかというと、もともと父がゴルバチョフの。そうだ、すいません。話がそれましたね。今はファーストテイクの時間でしたね。今は YouTube でこういう無料のコンテンツがたくさん楽しめていいですよね。私は無料のものが大好きなんです。ポケットティッシュは必ずもらいますし、試食も必ずもらいますし、ビニール傘も必ずもらいます。あれ、 ビニール傘は無料とは別でしたね。とにかく無料に目がなくて、この前も新宿を歩いていたら、無料案内所という建物がありました。何を無料で案内してくれるのかと、ワクワクして入ったら、お姉さんは美人でおっぱいも大きいからって、お仕事を紹介されました。歌手の仕事があるので断りましたが、あれがハローワークというところだったんですね。あれ、すいません。 また関係ない話が長くなってしまいました。私は話が長いので、母によくこう言われたものです。あんたは話が長いね、って。私は話が長いせいで、よく母に迷惑をかけました。母の趣味の花壇をすべて壊したり、母の財布からお金を抜いたり、母の携帯で勝手に30万円課金したり、母にはたくさん迷惑をかけてきました。あれ これは話が長いのとは関係がなかったですね。話が長い話で言うと、高校生の時に母に見張りを頼まれていた時の話なんですが、警察が来たことを母に伝えなきゃいけないのに、その話が長すぎて結局母は警察に捕まってしまいました。あの時もっと手短に伝えられていれば、今も一緒に暮らせていたかもしれないのに、次に母に会えるのは5年後くらいでしょうか。大変。 この話は事務所の社長に絶対に誰にも言うなって言われてたんだ。私、口も軽くてよく怒られるんです。でも、私なりに頑張ってるんですよ。社長が不倫してることは黙ってるし、同じレコード会社の岡本くんが覚醒剤をやってることもバラしてないし、親友で女優の由美子ちゃんが枕営業をしてることも誰にも言ってません。あれ、なんだろう、なんだか今、 よくないことをした気がする。まあいいか。ところで、今何の話をしてたんでしたっけ小学校の時の遠足で、動物園のライオンを逃がして怒られた話。違うな。中学校の時、ヤクザの事務所にピンポンダッシュして捕まって、フィリピンに売り飛ばされそうになった話。これも違う。高校の時、校長先生に振り込め詐欺の電話をしてみたら、 本当に100万円振り込まれて焦った話。じゃないな。そうだった。ファーストテイクだった。いけないいけない。また話が長くなっちゃった。歌うんでしたよね。ファーストテイクは一発撮りで、編集も二本目もないから、無駄話してる暇はないんだった。ところでファーストって、最初っていう意味ですよね。それで思い出したんですが、私の初体験は高校生の時に、 学校の3階の職員用トイレで1学年。